今日午前9時半過ぎ、沖縄県那覇市でパトカーに追跡されていたワゴン車が軽乗用車と衝突する事故があり、4人がけがをしました。ワゴン車は信号無視をして追跡されていたということです。事故後、ワゴン車の運転手は現場から逃走しましたが、その後警察が身柄を確保、道路交通法違反の疑いで20代の運転手の男を逮捕しました。そのうち2人と軽乗用車の40代と70代の女性2人の合わせて4人が軽傷で病院に搬送されています。衝突した後、適切な救護をしなかったとしてワゴン車を運転していた20代の男が救護義務違反の疑いで緊急逮捕されました。結構スピードも出てたし、信号無視と、逆走もしてました、はい、現在病院で治療を受けている同乗者にも話を聞く予定です。